はい、トレッキングジャーニーです。自分は今、沼津アルプスのですね、三座目であります、ですね、徳良山山頂の、ちょっとした、鎖場の、初めの方にいます。ですね、現在ですね、鎖場20です。これがですね、一番下は23から始まって、この数字が0、1か1になる前に登ってきます。で、これからですね、この鎖場のですね、最後までヘトヘトなところをですね、動画で映していきます。興味のある方はご覧ください。おっちゃんがヘトヘトになる姿を映すだけです。では進んでいきます。いきます。ですね、徳良山は確か標高がですね、ですね、360メーターぐらいですか、まあ、その前後です。ですね、ちなみにここの、木段を、登っていきます。まああそこのですね、丹沢山の若尾根に比べれば距離は近いんですけど、ただ急登なんですよね。結構な急登を登ってきますので、疲れます。多分疲れます。はい。このチャンネルではですね、山登りの、爽快感とトリップ感を、その場にいながら実体感することができます。低山なんですけど、なんて言うんですかね、どうしても登山道、ジグザグな登山道が作れないからでしょうか。低山の方がなんか、急登な気がします。こんだけの急登を越えていくのはなんだか楽しい、楽しいです。とても楽しいです。よいしょ。13になりました。残り13です。12、ここは11です。11ってことは折り返しというか中間点は過ぎたということですね。はい、11です。残り10です。残り10段。急登ですから、ちょっとカメラも裏向きにしないと、下ばっかり映すようになっちゃうんですよね。7です。なかなかいいペースです。はい、6になりました。残り6段です。はい、5です。残り5段。読んだ。残り3。この一段一段の段差が
結構あるですよね。よいしょ。残り2、ラスト1。できない。鎖箱で終了。前回のいいペースですね。いいペースで登りました。さあここはあとは徳良山ですけど、もうちょっと登りが続きます。なんかいつもですね、この鎖場やっと登り終わったと思ったらまたまた結構な登りが続くんで、まだ続くのかよって思いながらいつも登ってるんですけど、まだ続くんです。もうすぐ登るとちっちゃな祠が見えてきます。あ、見えてきましたね。これが一つの目印でいつも登ってます。今日は最初はちょっと乳酸が溜まったから溜まってたみたいで疲れましたけど、鎖場調子良かったですね。ツンツンできました。乳酸がふぶいてきたみたい、とても来たみたいです。さあ徳良山の山頂見えてきました、ね、大きいですね。まあそうじゃありませんけど、水色がかったそうです。よっしゃ、徳良山山頂到着。よし、256m、別名象馬山です。断面から見ると象の頭と鼻のように見えるんですよね。横にうつ伏せになっている足がない状態の象の山のように見えるから別名象山と言います。ね、天気いいですね。次は足津山ですが、
今日はこの後ロードもあるので長相場ですから、あまり座らず無理せず行きたいと思います。ちなみにですね、この城山のですね、北側にあるのかな、北側にはですね、一軒だけあの、モーテル城山というですね、昔からのあのモーテルがあります。私もですね、あの20代の頃はたまにお世話になりました。ものすごいあの古いモーテルでして、もう今はないでしょうね。あの回転ベッドなんかがその当時またありました。テレビなんかあれですよ。その当時ガチャガチャってあのテレビチャンネル回すあのぐるぐるダイヤルとチャンネル回すタイプのあのテレビだったんですよね。今どうなってない良き思い出です。良き思い出なのかな、分かんないですけど。はい、ではですね、このまま次は急登を越えて鷲津山山頂の鈴下から撮影をまた始めたいと思います。次は大鷲津山です。続く良ければ画面右下の赤く染まったチャンネル登録の文字をクリックしてくれ。もう一度言う、ちょうどは無料だ。その人差し指にちょいと力を込めるだけで何かが始まるかもしれねえ。一緒に行こうぜ。